人の秘密も自分の秘密も見ざる、聞かざる、言わざる。それが一番安全だから。そんな導入で始まる特務部編です。手のひらにさっきまで握りしめていたような感覚がわずかに残っている。ゆっくりと硬直が解けるような目覚めだった。今、夢見てたな。わかんないけど、なんか、怖かった。そして今日もヒロインに、ヤシロパパイヤと名付けて、父が嫌と書いてパパイヤと名付けて、プレイをしていくわけだけれども、親御さんはどんな気持ちで娘に、父が嫌と書いてパパイヤと名付けたのか、そっちの方が怖いけれども。ダメだ。思い出せない。いいか。別に。まあ、夢ってそんなもんだよね。待って、今何時？寝坊で始まるのか。寝坊の方が社会人にとってはよっぽどホラーだけどね。怖い怖い。危なかった。よりによって今日遅刻するのは迷惑すぎる。あ、でも遅刻は免れたんだね。あ、神谷くん、軍付けの距離感。おー、代理、はよ。ヒロインは大荒野カフェのオーナー代理を務めています。新人ながらも。おはよう。ちゃんと朝飯食った？今日結構大変だと思うけど、よろしくな。だから先輩スタッフは神谷くんの方なんだけれども、まあ上司というとこっちが上司になるっていう関係性ね。こちらこそ。気だるさのかけらもない挨拶と笑顔をまぶしく思いながら、私の頭にはここしばらく繰り返している言葉がまた浮かんだのだった。本当に意外だ。あの特務部にこんな人がいたとは。特務部主な担当代行は身辺警護、いわゆる SP。 限られたお得意様にのみ案内しているサービスで、他部署担当の代行と比べ料金は高額。他ではセキュリティサービスを利用しがたい依頼人およびシチュエーションにも対応している。アポリアで最も危険な仕事が集まる部署なのにギャップがあったとって聞いて、所属してる人の雰囲気もそんな感じなのかなと勝手に思い込んでたからな。すいません、このガパオって結構辛いですか？激辛ってほどではないんですが、割としっかり感じられる辛さになってますね。割としっかりか。いけるかな？もしガパオが気になるようだったら、今日はひとまず他のものを注文してもらっても。プレートの端っこにちょっと乗せてきますよ。うわ、最高の接客。え、いいんですか？いや、こういう特別扱い受けるとね、リピーターにつながるよ。本当に一口味見の量にはなっちゃいますけど、この間楽しみにして来てくれた杏仁豆腐をお出しできなかった分ってことで。うわ、そういうのもちゃんと抑えてるんだね。あ、だからすでにリピーターさんではあるわけだ。まあその時も手厚く対応したんだろうね。まあだからこうしてリピートにつながって、これはもう常連になっちゃう。覚えてくれてたんだ。嬉しい。こんなイケメンにね、覚えてもらっちゃって。人は見かけによらないとも言うけど、それにしてもこの寄ってなさ具合はすごい。お客さんでにぎわうランチタイムの店内、急な代行が入った真央さんの代わりにホール業務を手伝いつつ、私は神谷くんにそんな感想を抱いていた。あ、なるほど、ヘルプスタッフとしてここに入ってるから、まあ、より寝坊できない日だったってことね。しばらく出張業務で不在だったけれど、彼は木瀬さんのいないカフェ営業を任せられる主戦力の一人なのだそうで、うわ、それは相当。スタッフが普段の半分以下というこの状況でも落ち着いた様子で朗らかにテキパキと働いている。まあ普段のスタッフが営業時間直前まで菓子食ってるようなやつもいるからね。あ、見てるのバレた。お、早っ、もう全部拭き終わりそうじゃん。ありがとう。そして褒め上手。カトラリーセットの組み方、さっきバーッと駆け足で喋っちゃったよな。もう一回説明する？完璧な先輩。いや、ううん、大丈夫です。今のは接客を見学していただけで。ああ、見学か。いや、やめてやめて、見てもらうほどのもんじゃないです。恥ずかしさもあるよね。しのぶくん、忙しいとこごめん。
ここにも書いとくけど、A 宅の同時出しアイスティー、一つガムシロ多めでよろしく。それとちょっと寒いって言ってるお客さんいるからブランケット取ってくるわ。視野が広くて、そして瞬発力もある。オッケー、行ってら。あ、ふと見るとバーカウンターの奥、キッチンからちょうど一皿のプレートが差し出されたところだった。よし、神谷くんと相沢くんの和やかな雰囲気に緩みかけていた気を引き締め直して、そちらへ歩み寄る。 F 宅、ありがとうございます。 A もすぐ出る。はい、じゃあドリンク作っちゃいますね。はい、お願いします。返事の綺麗いいな。もっと滑らかに動いてほしい思いもあるのかな。まあ肩の力入りすぎるのも良くないからね。それをどう思うのか。はあ、ダメだ、やっぱり話すだけで手に汗握ってしまう。あ、ちょっとヒロインからすると第一印象としては苦手なキャラクターなのかな。ニーナユウさん、キッチン担当のスタッフでカフェメンバーの中でも出勤率は高いけれど、普段から口数の少ないクールなタイプらしく、私は今のところ業務外の言葉を交わしたことがない。まあ、見た目通りのクールなキャラっていう青髪の男だけど、そのファスナーどうしたって感じだけど。神谷くんのあの感じが意外なのは、会ったことがある特務部がニーナさんだけだったっていうのも大きいかもな。あと203号室の男も、あの彼も特務部では？みんなこの路線かと思ってしまった。周りと積極的には関わらない、分かりやすく壁を作っている人。何か仕事での関わり合い、それこそ滅多にないはずと言われた特務部への店内代行でもなければ、店内代行とはこの代行屋の中でのヘルプ業務みたいなやつね。これからもニーナさんとはこの距離感を保って接していくことになるのかもしれない。いや、きっと何らかのイベントが起こって距離感縮まるんでしょう。それはそれで別に何ら悪いことではないと思う。適切な距離は人によって違うのだ。よし、これで料理は全部出た。時間的にもピークは超えたかな。ちょっと3番行ってきますね。行ってらっしゃい。3はお手洗いか、インゴね。そういえばこれ店によって違うんだな。昔バイトしていたところは1番だったような。あ、俺はもしかしたら高級店だったからかもしれないけれども、こういう飲食店のアルバイト、していた経験があって、そもそもなんか言葉だったな、掃除行ってきますみたいな感じだったね。まあそれがトイレに行くっていう意味だったんだけど、まあ実際の掃除というのは、まあ清掃業務は清掃と呼ぶから、まあ掃除と使い分けるみたいなね、そんな内容でした。まあこれも店によるんだろうね。やしろ。え？相沢くんがバーカウンターを出て行き、神谷くんはお会計ラッシュ中。今ここにいるのはあと一人だけだけれど、まさかと思いながら振り向くと、キッチンからこっちを覗くニーナさんと目が合った。違ったか。あ、フルネームで呼んでくれて、ちゃんとパパイヤちゃんって呼んでくれた。いえ、ヤシロです。名前覚えてくれていたのか。呼ばれたことなかったし、てっきり認識されてないものだと。意外すぎてホラー映画みたいな振り返り方してしまった。よくそんな例えが。まかない作る、選んでくれ。チキンは数が足りないから、パスタかガパオ。あ、はい、ありがとうございます。私はどちらになっても大丈夫なので、神谷くんたちが戻ったらすぐ確認します。神谷と相沢にあんたに聞けと言われた、手伝いの例だと。まあ本来はこのシフトじゃなかったわけだもんね。ああ、そんなお気遣いを。千世さんや高坂さんのご希望は？高坂は今日のメニューは食わない。千世は聞いても何でも食べるしか言わない。ああ、なるほど。まあ分かるような気はするね。何でも美味しそうに食べるもんな、千世さん。浮かぶね。でも何でも食べるじゃ困るってことか。パスタかガパオか、どうしよう。ガパオは辛いというやつもいる。え、配慮してくれてる。神谷と相沢はあまり得意じゃない。それならぜひパスタをお願いしていいですか。
ちゃんとおすすめメニューまで教えてくれて。わかった。短い返事とともにこちらを覗くのをやめたニーナさんは無駄のない動きで準備に取り掛かり始めた。同じ部の神谷くんはともかく相沢くんの好みも把握してるし、した上で今みたいな気遣いをする人なのか。そうか、ギャップあるね。些細なことだからこそ私はニーナさんのその思いやりを温かく感じた。クールなタイプだとしても冷たい人ではないんだと。まあ無口なだけってことか。もはやこれ特務部って私が思ってるような雰囲気の部署じゃない可能性あるな。あと二人がどんな人かわからないからまだ何ともだけど。そこで入り口のドアが開き、いらっしゃいませ。ああ、入ってきたのは凛とした雰囲気のスーツの女性とキセさんだった。女連れ。お疲れ様。ランチってもうラストオーダー取っちゃった？まだ大丈夫。よかった。じゃあ1名様ご案内お願いします。はい、仕事の関係性かな。それでは中原様、私はこちらで、またご連絡差し上げます。うん、そうっぽいね。よろしくお願いいたします。事務所の方に依頼に来た人かな。キセさんはここまでなんだね。なんとか乗り切った。代理、マジで手伝ってくれてありがとう。てか神谷くんって何歳？年上？年下？ま、年上っぽくはないけどね。いや、全然。かなりフォローしてもらったし、少しでも手伝いになってたならいいんだけど。どう考えてもなってたよ。今日の混み具合、俺と忍くんだけじゃ絶対無理だったって。いや、でも相沢くんも手際良さそうだったけどね。はぁ、めちゃくちゃ腹減った。食べよ。いただきます。まかない楽しみ。赤髪の彼に対してうまい料理作っていたのがあの青髪の彼だったよね、確か。で、ここパズルの、シーンに入っていくんだけど、このパズルをクリアしていくことでストーリーが解放される、そんな内容になってます。まあ、オートでクリアできそうだったらオートプレイで、プレイしていこうかなと思っています。で、このパズルの途中でストーリーが間に挟まるんだけど、そこは自動スクロールで進行するので、まあ、当てれこするような感じで進めていければと思います。いただきま…ん？ロッカーに何か貼ってある。今日はありがとう。パパイヤの席にドーナツ置いてあるからみんなで食べて。マオ、ん？何そのメモ。気が利くね。マオさんからドーナツ買ってきてくれてるみたいだから事務所から取ってくるね。ドーナツ？マジか、やった。結構早口になっちゃったけれども、で、まあ偶然ながらもおすすめ編成にしたらここニーナさんの得意なのか、まあ、カードがリーダーになってる感じで進行してるね。次の手を打とう。いや、ようやくクリアしました。というのもオートを解除してね、頑張ってクリアした感じだったんだけれども。好き？いっちゃん好き。あれは神の食べ物だよ。ドーナツ？人間の食べ物。牛乳とベーキングパウダーでしょ。薄力粉ね。今日一で目が輝いてる。まあ頑張ったもんね今日。ゆらぎくんも前に喉干からびるって言われるようなお菓子食べてたし、結構甘党多いのかな。まあカフェには向いてるかもね。覚えておこうと思いながら向かった事務所。女の子。え？ドアを開けた先、応接用のソファーには小さな女の子がちょこんと座っていた。こちらはどちら様だろう。依頼人？お金持ってます？こんにちは。こんにちは。レア君の横取り。あ、まあ、助け舟かな。キャン。レア君、今日も可愛いね。ヒュー。まあ、この場面と関係ないんだけどさ、レア君の中の人、キセさんと一緒なんだよね。そう思うと余計面白くなっちゃうというか。なんかだから、キセさんも二面性あるんじゃないのかなっていうね。そんな目で見ちゃうよね。あの、大丈夫。あれは安全な子で怖くないです。喋るタイプなだけ。レア、寝てろ。くーくースカピー。鳥のタヌキ寝入り。
本当に寝てるのか？いつも思うけど、すぐ静かになるの、素直で偉いな。賢い子だよね。ふとシンクを見ると、水切り棚にグラスが一つ上がっていた。この子を連れてきた同伴者がいたのかもしれないと思ったところで、さっきのスーツの女性をなんとなく思い出す。中原様って言われていたっけ？まあ何にしても高坂さんが説明しないことを軽率に尋ねるのはやめておこう。何か大事な仕事絡みかもしれないし。メモの通りデスクに置かれていたドーナツの箱を回収し、スタッフルームに戻ろうとしたけれど、泣きそうな顔でうつむく女の子からは不安と緊張が伝わってきて、もう一度その横を素通りすることに小さな罪悪感を覚えた。こんなイケメンを前にしてね、キセさんからそして高坂さんと次々と数年間の人生の中ではナンバーワンツーを争うようなイケメンたちが現れて、そりゃ緊張もするでしょう。お茶出てるし、お客様ではあるよね。ドーナツは食べられますか？今なら神谷くんの分がありますけど。いや、自分の渡せっていうね。え？大人の人に食べちゃダメって言われてるものある？戸惑いながらも女の子が首を横に振ったのを見て、棚から出したお皿にドーナツを一つ乗せる。もらい物ですが、よかったらどうぞ。どうもありがとう。内緒話をするような小さなささやき、その声はとても可愛らしかった。どういたしまして。それじゃあ。くい。ん？え？歩き出そうとした瞬間、腰のあたりに抵抗を感じる。見ると小さな手が制服の裾を掴んでいた。他のも食べたい？あ、本当に神谷くんの分なくなっちゃう。神の食べ物。さっきよりも大きく首を横に振り、あ、ドーナツ食べたいわけではない。困り顔で黙ってしまった彼女。これもしかして行かないでってこと？ゆっくり視線を向けた先で高坂さんが軽いため息をこぼした。まあ高坂さんイケメンだけれども愛想がいいタイプでもないもんね。まあそうだな。お前もつけるか。はい。失礼します。代理、ドーナツあるならコーヒー入れて。あ、かわいいお客さん来てるな。こんにちは。呼ぶ手間が省けた。神谷、仕事だ。あ、ってことはこの子の護衛？え？彼女は野々村優和。今日から数日間アポリアで預かることになった。中原ではなく野々村。担当部署は特務部。社も店内代行として加われ。あ、担当がうちってことは特殊な事情ありそうだね。依頼内容は子守だ。そんなこともやるの？まあ親の代わり代行業務。まあ確かに代行屋に依頼されてもおかしくない内容だけど。え？特務部案件の子守？いや特殊な事情はありそうだね。うわ、すっげえ部屋。ベビーシッターっていうわけでもない。まあそういうところには任せられないような話ってこと？これが噂のなんちゃらスイートか。なんちゃらスイートって？スイートなんちゃらだっけ？スイートポテト的な？そういう話ではないよね。ホテル暮らし？子守期間中の彼女の住まいとして用意されていたのは、渋谷の真ん中に立つ高級ホテルの一室。立地もすげえ。部屋の中を恐る恐る見回す彼女、ユアちゃんは明らかに戸惑っているようだった。あ、ユアちゃんも慣れてる感じではないと。ユアはここ来るの初めて？そっか、俺もこんな広いとこ初めてだから緊張しててさ。一緒に探検行くか。探検？そう、部屋の中が全部知ってるところになっちゃえば安心できるかなって。でも今のところちょっと心細いから手繋いでもらっていい？わ、神谷くん側の事情としてこういう風に言ってくれるっていうね。子供の扱いまでうまい。ありがとう。
これで安心。いや、神谷くんの第一印象としては、あの203号室の彼となんかベタベタして嫌われ気味みたいな、ちょっとうざキャラなのかななんて最初思っていたんだけど、全然そんな感じじゃないね。代理も行く？で、まあこの距離感縮まってるのって、あの飲み会に神谷くんだけ参加したから距離感縮まってるってだけで、まあなんかちょっと冒頭でなんか微妙にこの回想シーンみたいな感じなのかなっていう風に言っちゃったけど、まあそういうわけでもなくってことなんだね。まああれから数日後の出来事ってことね。報告待ってる。行ってらっしゃい。探検行ってらっしゃい。オッケー。じゃあ出発。いや、楽しみながらね。神谷くんって下の兄弟いるのかな？子供との接し方すごい上手だ。いや、下の兄弟いるだけではなかなかね。まあ相当離れていれば別として、ここは変に割り込まずに一旦任せようと、私はソファーへ腰を下ろし、移動中に届いていたキスさんからのチャットに目を通すことにした。小学1年生、埼玉県在住、人見知りもあるが、もともと活発なタイプではなく、控えめで温和、口数は少ない。期間中の欠席についてはすでに学校へ連絡済み。アレルギー、常備薬なし、声を潜めて話すが喉に異常はない。依頼のきっかけは彼女の母親がちょっとした怪我をしたこと。原因は室内での転倒で、幸い大事には至っていないが、頭を打っているので検査を含め数日入院することに。あ、じゃあ、あの中原様は保護者的な立場の人とはまあちょっと違うというか、でもこんだけお金持ってそうだから、お手伝いさん的な存在なのかな。父親はあいにく海外出張中で不在。家に彼女が一人になってしまうことを懸念した夫妻は、友人であるロカさんを頼ってアポリアへ相談。あ、なるほど、そういう事情か。退院までの間、彼女を預かることになった。まあこれは、まあロカさん、まあオーナーの、まあロカさんと友人だからっていう理由だから、特務部だからっていう案件ではないのかな。書いてあるのは簡単なプロフィールと経緯か。数時間前、高坂さんから口頭で伝えられたのはご両親からのお願い事項だけだった。まあいくつか注意事項というかね、あったんだろうね。家族の話題、彼女の声の大きさ、話し方、この2つには触れるな。あ、そうなんだ。家族の話題の範囲はどの程度ですか？父親や母親の話を出す。普段の生活について尋ねる。その他、家族というキーワードに抵触する話題は全て非推奨とする。何、モラハラ的な感じかな。そこまで気を使うっていうと、彼女と野々村夫妻に血のつながりはない。 あ、そういう理由か。野々村さんたちが反社なのかなって思ったら、そういうことじゃないんだね。2歳で養護施設へ預けられ、その2年後に夫妻が養女として迎え入れたが、夫妻に引き取られるまで年に数回面会に来ていた実の母親の記憶がおぼろげながら残っている。ああ、2歳そこそこなのに。母親が別の人間に変わったことについて一応の理解はしているが、それゆえに複雑な思いがありそうだからとのことだ。でもそっか、2歳からの2年後だから、まあ4歳くらいギリギリ確かに記憶、まあなんか、出てくるくらいの頃なのかな。わかりました。神谷くんには私から伝えるということで問題ありませんか？ない。他に質問は？ご説明が以上であればありません。この他の情報はそれを必要とする役割を担う人間に都度伝える。以上だ。なるほど。おお、大きいベッドが2つ。うお、ガラス張り。こんな風呂入ったらセレブになっちゃうじゃん。保護者が不在の間、子供を預かる。それだけのために学校を何日も休ませて、自宅じゃなくってホテルに滞在させる。これが特務部案件になったことの説明は一切なしか。まあ、ロカさん経由だからっていうところだけかな。なんだか謎の多い仕事だな。まあ、だからこそ特務部なんでしょうね。その他の事情を必要とする役割を担う人間、普通に考えて他の特務メンバーも動いてるってことだし、何かしらの事情はありそうだけど。電話？びっくりするね。はい。
フロントでございます。本当のスタッフ？なんかちょっと疑っちゃうね。ただいま、恩田様がお見えになりました。あ、恩田さんとは、あの青髪のニーナさんと一緒に暮らす赤髪の彼だよね。探検終了。報告、めちゃくちゃいい部屋です。そりゃそうでしょうね。そりゃよかった。お疲れ様でした。今の何の電話だった？フロントから恩田さんが着いたって。ああ。ん？ああ、ユアに行ってなかったな。ごめん。今から俺たちの友達のお兄さんがちょっとだけ遊びに来るんだ。俺たちのって言うけれども、こっちは初対面だよ、その人。お友達？そう、かっこいいお兄さん。優しい人だから緊張しなくていいよ。イケメンばかりが登場して緊張しちゃうよね。かっこよくって優しい人、ハードル上がるね。あれ？代理も初対面か。そうなのよ。だからさっきの俺たちのお友達っていうところは嘘になっちゃうから訂正しないと。うん、お会いする機会がなくって。あ、そっか。まあ確かに友瀬さんレアキャラだから。じゃあうららは？203号室ね。うらら？特務部のもう一人、マナミうらら。麗しいって書いてうららって読むの。うん、名字の方で認識していたはず。あいつは寮にいるから一回くらい顔合わせてるかなって。まさにね。あ、マナミさん、失礼だったけどね。誰だお前？これが第一声だもんね。先日越してきたものです。はじめまして。こっちがオーナー代理だぞって思うんだけど。ドムノーの代わりに来たやつか。そのオーナーロカさんのことも悪く言ってるっていうね。ヤシロです。聞いてねえよ、話しかけんな。まあ、話しかけてきたのはそっちなんですけどねっていう話でした。なんかふてぶてしい小動物みたいなやつ。結構強烈だから会ってたら忘れないと思うんだけど。うまいこと悪口ではない表現。ふてぶてしい小動物、会ったら忘れない強烈さ。マナミさんってニーナさんよりちょっと低いくらいの背で明るい髪色の人。低身長とか気にしてそうだから本人の前で言っちゃダメなやつ。そうそう、あった。この間の夜、ちょうどマナミさんの部屋から出てきた人と階段下で鉢合わせて。急いでいたみたいで名前までは聞けなかったから知り合いの可能性もあるかなと思ってたんだけど、やっぱりご本人だったんだね。ああ、出勤するとこだったんかな。出勤？結構な深夜だったはず。うららも週に何回か事務所出勤してるんだよ。がっつり深夜勤務だから基本会う機会ないと思うけど。夜勤なんだね。まあ、こっちは打ち上げ上がりでテンション高めだったからそれはイラつくかもね。まあ、だとしても失礼すぎるけど。そうなんだ。あ、来た。俺出てくる。ありがとう。イケメンで優しい人来ますよ。ハードル高め。大丈夫、神谷くんがああいうなら優しい人だと思うよ。いや、恩田さん気まずくない、このハードルの高さ。こくりとうなずいたゆあちゃんと一緒に入り口の方から聞こえるスタッフらしき男性と神谷くんの短いやりとりを聞く。それから間もなく彼はリビングに現れた。このハードル超えられるかな。邪魔をする。うわ、オーラあるね。瞬間、場の空気が変わる。彼がまとうすっと冷えるような緊張感に私は思わず息を呑み、ゆあちゃんは私の服をギュッと掴んだ。やっぱ緊張しちゃうよね。野々村ゆあだな。怯えなくていい、何もしない。いや、これは怯えるだろう。彼女がオーナー代理か。うん、八代さん。はじめまして。恩田友瀬だ。特務部を預かっている。今回は世話になる。いや、確かにかっこいいけれども優しさまだ伝わってこないけどね。万のうちのち明らかになるのかな、この辺は。こちらこそよろしくお願いします。定型の挨拶をしてそう言ってくれただけで、この人私に世話になる気はもちろん、友好的に関わる気はあんまりなさそうだな。いや、でも誤解与えやすいタイプなのかなっていう、まあ、プレイヤー目線からすると各キャラクターの紹介のシーンがあってね、そのニーナさん、青髪の彼との
まあ、共同生活というかね、その様子を覗く限りだと優しさもありそうではあるよね。ハウスで感じた壁ともニーナさんから感じる一線とも違う。距離を取られるのではなく拒まれる感覚。ああ、この視線の感じ、何か覚えがあると思ったら、この間行ったクラブのセキュリティスタッフだ。ああ、そういう経験が生きるんだね。異物は弾くっていう隙のない牽制と威圧の目。じゃあユア、俺たちちょっとだけ仕事の話するから、その間さっき言ってたゲームして。ヤシロもだ。え？あ、何の話でしょう。神谷と今回の依頼についての情報共有をする。10分くれ。10分一人にしちゃう、ユアちゃん。ヤシロには共有しないから一緒に席を外してくれってことか。着席しようと背もたれに手をかけていた椅子から離れ、その代わりにユアちゃんと自分のスーツケースに手を伸ばす。あ、これは共有してくれないって意味？あ、どっちなのかなって思ったけど。トモセさん、ちなみにそれ理由とか。わかりました。え？俺は済んだらそのまま出る。何かあれば神谷を通して連絡をくれ。まあこれは考えを尊重した方がいいよね。こっちの方が新人だからね。まあオーナー代理とはいえね、こっちが。はい、お疲れ様です。いや、なんかもし俺がパパイヤちゃんだったら勘違いして一緒に話聞くのかなって思っちゃうようなシーンだったけど、まあよくセリフを汲み取れば今のは勘違いせずに済んだのかな。ユアちゃん、探検で見つけたベッドの部屋案内してもらっていいですか？うん、あっち。なぜか申し訳なさそうな顔をする神谷くんに見送られながら、私はそのまま彼女と奥のベッドルームへ下がった。まあこれは特務部としての仕事を円滑に進めるためにっていうところで、まあ小森が特務部に依頼された内容なわけだから、岩ちゃんの面倒を見るっていうのは打ち合わせの時間を作るっていうことにもつながるし、まあこれは重要な役割を果たしてるって捉えてもいいのかな。扉を閉めたベッドルームは静寂そのものだった。このグレードの部屋だし、よっぽど大声出さない限り向こうの話なんて聞こえてこないだろうけど、無音すぎるとユアちゃんも緊張するか。 BGM かけます？テレビなんか面白いのやってるかな。最近のテレビつまんないよねって話になんない？それ何かのアニメの再放送をやっていたチャンネルを見つけたところで、ひとまずリモコンを置く。 Spotify とかで音楽かけるぐらいがちょうどよかったかもね。あ、ゲームやるって言ってたね。このカバンに入ってる？どうぞ。あ、どうもありがとう。あれ？もし見たかったら好きなのにしていいよ、テレビ。あ、はい。カバンを受け取りながらもテレビのリモコンを気にしていたユアちゃんにそれを手渡すと、遠慮がちにもう一度お礼を言った後、彼女はさっき私が一度飛ばした夕方のニュース番組でチャンネルを固定した。渋いな、いつも見てる番組なのか。うわ、聞かなくていいや、家族の話になるかもらしい。ああ、だから、まあ、私生活に触れないっていうところ難しいよね。空いている方のベッドに腰掛けて今週のトピックスが紹介されていくのをぼんやり眺める。無意識に壁の向こうにいる二人の会話を想像しかけて遮るように目を閉じた。必要なことなら共有される、されないことには安易に興味を示さない方がいい。これは仕事だ、まあ、自分の役割を全うするってことだよね。仕事じゃなかったとしても人が隠したものに簡単に触っていいはずがない。お互いのために見ない、聞かない。お姉さん？ん？心配そうなささやき声に目を開ける。あ、寝ちゃったかと思って、それかニュース番組がつまんないっていう風に思われちゃったかなって向こうが気使っちゃってね。ああ、大丈夫、起きてるよ。大事なこと少し確認していただけ。なるほど。わかっているとは思うが、今回の仕事はただの子守じゃない。でしょうね。本当の依頼内容は？
野々村優愛の警護。ああ、なんかもっと重い感じね。依頼人は彼女のチップだ。あ、今の育ての親ではなく。なるほど、そういう展開か。いや、これはどういうことなのか。養子に出された時点で生みの親には子育て資金がなかったのかなと勝手に予想していたんだけど、ここに来て実の父親がアポリアの、しかも高額な特務部に依頼してきたというね。じゃあ金はあったのか、だったらなぜ養子にという疑問が浮かぶし、そもそも野々村夫妻とロカオーナーが友人というのもフェイクだったのかな。で、俺は勘違いしちゃったけど、この話をパパイヤちゃんは聞いちゃいけないというのも何らかの事情があるのかね。気になる次回はまた明日ということで、リアルタイムでご覧の方はお待ちください。今後も引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況者として、そして 2.5 次元アナウンサーとしてプレイをしていきます。高評価やコメントをしてもらえると嬉しいです。またの動画もお待ちしております。